にゃにゃ、妖怪はどこにゃ。破産？はい、つまり妖怪長者番付1位の超超大金持ちの引きこもりが全財産を失ったって書いてあるんでウィス。引きこもりは仮想通貨ヨットコインや新たなエネルギー開発などの投資に次々失敗、ついに全財産を失った。ということらしいでウィス。引きこもり大丈夫にゃん。ウィスパー泣いてるの？だって聞いたけど、あれだけ大金持ちだって引きこもりが急に貧乏のずんどこに落ちぶれてしまうなんて。他人の失敗ほど愉快なことってありませんよな。めちゃくちゃ嬉しそうだし、最低のクズに。引きこもり、お金なんてなくったっていいよ、出てきてよ。ケイトさん、こんな私でもここにいてもいいのでしょうか。当たり前じゃ。全てを失うってのはどういう気持ちでウィスか。ね、つらい？泣いた？泣いた？ちょっとウィスパーやめなよ。ハハ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 。